はようございます。タカキートです。今日のテーマは天才とは 99% の脳の汗というテーマでお届けしたいと思います。なんで笑ったかっていうと、まあこれはちょっと自分の造語っていうことなんですけど、これはいいぞと思ってるんですよね。ちょっと信じてないのかな、自分で笑うっていうことは。信じながら話します。脳に汗をかけって聞いてピンとくる人がいたら超嬉しいな、仲間だなって思うんですよね。もしかしたらスペイン語を知ってる人かなって思ったりするんですけど、これ発明王エジソンの言葉でご存知の有名な天才とは 99% の努力と 1% のインスピレーションであるっていうところからちょっともじったんですよ。天才とは 99% の脳の汗をかく人のことである。これ多分ね、日本語、エジソンの言葉、日本語では多分一生理解できないなと断言するんですけど、ここに脳の汗が関係しますよっていう話を今日していきます。で、まあ、なんで日本語では多分一生できないかっていうと、これ、日本、努力っていう言葉が悪いんですよ。訳が間違っちゃってるっていう、間違ってはないんですけど、そこから連想させる言葉がオリジナルの言葉から連想する言葉からちょっとずれちゃってるんですよね。で、この言葉を自分はスペイン語で初めて聞いた時にハッとしたんですよ。ちなみに、汗の部分、まあ、汗じゃなくて努力の部分は、スペイン語で言うと、トラスピラシオン、汗っていうことになるんですけど、これを英語で言うと、パースピレーションになります。まあ、これも汗ですよね、汗。額から汗をたらたら流して。ああ、だからすごい一生懸命こう動いて汗をかいて、やっとなんか、叶うのかな。まあ、直感、インスピレーションっていうのは一瞬で、あとは一生懸命努力しないといけませんよっていうことを言われてるのかなって思うかもしれないんですけど、ちょっと違うっていうか、それだけだったら不完全っていうか、ちなみに今日英語でパースピレーションっていうんだなっていうのを確認したときに、あ、この中に、まあ、インスピレーションもそうですけど、この中にスパイラルっていう言葉が、まあ、最後の L は入りませんけど、スパイラル、あ、スピレーションっていうのは、こうぐる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 、こう、ぐる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 、こう、なんていうのかな、回路が動き出すっていうか、モーターがぐる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 することかなっていう、そういうイメージも同時に来たんですよね。そこもちょっと関係がありそうな気がするんですけど、ちなみにスペイン語では先ほど、努力のところは、トラスピラシオンというと言いましたが、インスピレーションのとこは、まあ、英語とほとんど似ていて、インスピラシオンと言います。で、注目はこのインとトラスです。汗はトラスピラシオン。インスピレーションはインスピラシオン。インっていうのはまあ入ってくるっていうイメージがあるかと思うんですけど、インは入ってくる。そして、汗はトラスピラシオン出ていく。ただ、この一方的に出ていくっていうか、受けたものがこう帰ってピュッと、イメージわかりますかね。まあ、テニスボールで言うと、テニスボールがやってきて、それをパコーンと打つような感じで、なんていうか、入ってくるからそれを出すっていう、こう、ぐーるりっていう感じです。ちょっと映像じゃないんで、イメージが伝わるかどうかわかりませんけど、ぐるっとするっていう、そういう、トラスっていうのは、こう、ぐるっと、ぐるっとして出ていくっていう、そういう意味が、まあ、あるんですけど、インスピレーションとトラスピレーションは、これは呼吸のことを言ってるんです。インスピレーションも、こう、吸うだし、インスピレーションは吸うなんですよ。こう、神様からの、息吹直感をって吸ってトランスピレーション吐くって感じですよね。この吐くが先か吸うが先か説っていうのはいろいろあるんですけど、登山をする人から言えばまず吐きなさい、吐いたら中に空気が勝手に吐いてくるっていう、まあ言うんですけど、これははっきり言うと、まあ受動的というか、まあ吐くっていうところがまあ能動的ですけど、吸うのが受動的でも、インスピレーションっていうのは、ただただ受動的だとダメだと思うんですよ。やっぱり、入ってくる、入れようとしている力が働いていると思いますね。まあ、これはちょっと自分の仮説というか、自分の想像なんですけど、助産師さんからこんな話を聞いたことがあるんですよ。赤ちゃんが生まれるとき、おぎゃーっていう前に、鼻から、と息を、吸ってるらしいんですよ。吸ってるって言うんですよ。助産師さんの話によると。その後に、おぎゃーっていう。で、その、
鼻から息をこう吸う行為が必ずあるって言うんですけど、それがまるで神様がその人に命を与えているように見えるってその助産師さんは言ったんですよね。それを聞いて、なるほどなーって深いなーって、もう命誕生素晴らしいと思ったんですけど、インスピレーションが入っています。もう神の息吹がインスピレーションして、その後の人生全部がトラスピラシオンっていう、まあそんな感じがするんですけども、要するに入力があって出力がある、吸って吐く、すべては世の中って陰陽のバランスでできてるって言いますね。最近は量子力学なんかでもそれが証明されてくるような時代になりましたけど、まあ、もう少しこのインスピラシオンとトラスピラシオンをもう少しイメージ化したいんですけど、手回しエンジン、まあ、自分も農業してるんでわかるんですけど、エンジンなんかをかけるときに昔風のこう金なんていうか手回しでこうグリグリグリっていう、そういう金属をかぶせてエンジンのモーターをぐる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 っと4回ほど回すと、エンジンがガロン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 ガラ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 ンって動き出すっていう、そういう手回しエンジンがあるんですよね。自分もそれ一回そのエンジンをかけようとしてグリグリやってたら、そこ外れるようになってるんですよ。エンジンが回り始めたらポコンと外れるんですけど、それが顎にガラーンって当たってきて、もう顎が割れたかって思ったんですけど、その時もう頭の中で本当に火花が散ったんですよ。あ、インスピラシオンってこういうことかって思ったんですけど、まあそれは置いといて、今日ある言葉に出会いました。まさにそれが自分にとってはまたインスピレーションになったわけなんですよ。で、それを今こうやってアウトプットしているわけです。汗、トラスピラシオンを書いている、努力をしているわけなんですけど、まあ、インプットしたらアウトプット。その言葉が何かっていうと、汗をかけっていう言葉だったんですけど、どこにっていうことです。脳に汗をかけ。はっはーんって思いました。はっはーん、脳に汗をかけばよかったんだ。今まで体で汗をかくんだと思ってた。それだったら 99% の努力と 1% のインスピレーションっていう意味がわかるって思ったんですよ。一つの刺激、スパークで脳が考えないといけないこと、めっちゃあるんですよ。思考するっていうことなんですけど、結局、一つのものの見え方っていうのには盲点があるわけですよね。だからもう一つのテーマについていろんな角度から検証しないといけないし、いろんな高さから検証しないといけないと思うんですよ。で、さらに脳の機能を、脳の機能ってすごいんですけど、脳には毛様体不活系っていう機能がありまして、これちょっと詳しくはまたよそで調べてもらったらいいんですけど、このテーマが気になるって脳がアンテナを立てたら、脳のそのアンテナがいろんな情報をキャッチし始めるっていう、そういうすごくありがたい便利な機能があるんですよ。で、インスピレーションっていうのはこのアンテナが立つっていうことなんだなっていうのが分かったんですね。で、アンテナが立ったらいろんなことが見えてくるんですよ。そして思考するんですよ。いろんな角度から思考する。で、まあできたらメタですよね。少し視点を高くして、その現象を全体的を眺める。そうすると、あ、何をしたらいいのかな、どう動いたらこのゴールにたどり着けるなって、上から見たら見えるじゃないですか。この駅とこの自分の家があって、どういうルートをたどったら家に着けるなっていうのは、上から見たらもう一目瞭然っていうか、そういう視点を持つ。いろんな角度から眺めてみる。こういうことがすごく大切なんですよ。そういう意味で 99% の脳の汗をかく必要があって、そして人間はイメージできたら行動できるんです。1% のインスピレーション、99% の脳の汗、そして 100% 出力で行動力。これで人生が必ず好転します。